で、次にですね、この計算機上でこのいろいろな数の演算を行うにあたって、計算機の内部コードの知識をもう少し知っておいた方がいいと思いますので、ちょっと紹介しておきます。ここではまず1ワードの指則演算っていうのをその CPU がどのように行うかについて少し見ていきましょう。で、CPU の名前については以前の授業でやりましたけれども、その CPU もですね、もう少し細かく見ていくといくつかの部品に分かれています。で、そこでちょっと今注目するのはレジスタと呼ばれるもので、で、これは名前聞いたことある人いますか？レジスタの名前っていうのは。あ、はい、ありがとうございます。コンピューターでプログラミングをやって少し本格的にこう計算機のことを勉強すると多分出てくる言葉だと思うんですけれども、このレジスタというのは CPU の中でですね、その情報を保持するメモリです。で、主記憶装置とはまた別に CPU の中にメモリがあると思っていただいていいです。ただし、そのメモリは非常に数は小さいんですけれども、高速に処理することができます。で、レジスタにはですね、2種類の種類がありまして、レジスタがありまして、1つは汎用レジスタと呼ばれるもの、もう1つは状態レジスタと呼ばれるものがあります。で、汎用レジスタというのは、ここにありますように、その演算対象となる数ですとか、それから演算結果の、データを保持するレジスタです。で、それからあと、もう一つ状態レジスタというのは、このテキストでは補助演算装置というふうにも呼ばれますけれども、CPU の演算に伴うさまざまなその内部状態を保持すると。で、内部状態というのが、CPU の使い方によっていろいろあるんで、種類があるんですけれども、例えば今回のその多倍長数の演算で使うのは、そのあるその1ワードの加算を行ったときに、その桁上がりの発生ですね、そういうのを示すような状態っていうのもあります。で、他にいくつか状態があるんですが、今回はこういう状態を保持するためのレジスタに、この状態レジスタというのを使います。ということで、まず CPU の中にはそのレジスタと呼ばれる記憶領域があるということを覚えておいてください。で、もう一つ、その CPU の中で重要なその構成要素の一つとして ALU というのがあります。これは算術論理演算ユニットといいまして、英語ですと元の英語はそのアリスメティックロジックユニットといいますので、その頭文字を取って ALU と呼んでいます。で、これはどういうことをやるかというと、演算を行う回路ですね。そのコンピューターの心臓部もしくは頭脳の中枢の一つなわけですけれども、レジスタですとか、それから主記憶装置からそのデータを呼び出して、指則演算やその論理演算を行う回路です。で、その計算結果はですね、またレジスタやそれから主記憶装置に格納するという操作が行われます。それからと先ほども状態レジスタのところでちょっと触れましたけれども、例えば1ワードの加算を行って、繰り上がりで桁があふれたよとか、そういうことが起きますと、そういう CPU の新たな状態をですね、状態レジスタに格納するという作業も行います。ここまでいいでしょうか。ですので、CPU の中の重要な要素として、レジスタと ALU があって、そこで状態を保持したり、いろんなデータを保持したり、それからいろんなデータに対する演算を行っているというふうに見てください。で、これは、そのですね、CPU の、例ですね。これは東芝の、組み込み用といいまして、例えば、何でしょうね、テレビのリモコンですとか、そういった小さな情報機器に組み込むような用途で作られている CPU の例です。で、ちなみにですね、僕もこれ調べてみたんですけど、東芝のサイトにマイクロコンピューター入門コースというオンライン教材というか参考資料があって、で、CPU の仕組みですとか計算機の仕組みですとか、いろいろ解説
されているので、興味のある人は見てみてください。一応ちょっとウェブのアドレス長いですけれども、多分これから授業を履修している皆さんにはこのスライドの PDF ファイルがこう共有されますが、その中にリンクがありますので、そこをたどって見ていくこともできます。で、そうしますと、この資料を見ますと、こんなふうにこう CPU のこう図が出てきてですね、CPU がなんかいろんなこう部品から構成されているということが分かりますけれども、こんなふうにですね、このいくつか今紹介した部品が中に入っております。まずその汎用レジスタと呼ばれる部分はこんなふうにありまして、なんか W とか A とか B とか C とか、そういうこう名前についたレジスタがいくつか入っております。それからそのレジスタのちょっと左側には、このような ALU という先ほど紹介した機構があって、ここで実際に演算を行っております。それから状態レジスタは、この今見せているその汎用レジスタと ALU の間にあるこういうところですね。で、ここにそのアルファベットで PSW というふうに書いておりますけれども、これはプログラムステータスワードと呼ばれるの略でして、で、ここにそのプログラムが実行されているときに発生したいろいろな状態が保存されます。というのが、こういう CPU の例です。で、以上をですね、ちょっと頭に入れて、じゃあその、ワード、その束帳とですね、整数の演算を見ていきたいと思いますが、まず最初に、まず基本としてですね、1ワードの符号なし整数2個の加算をちょっと見てみましょう。で、こちらにありますように、先ほど紹介したレジスタを3つ用意しまして、それを仮に X、Y、Z というふうに名付けます。で、上の X と Y という2つのレジスタに、その加算する2つの数をですね、入れておいて、加算をしましょう。で、加算された結果が、この Z というレジスタに入力されるものとします。で、そうしますと、今ですね、この N 桁の符号なし整数の加算をしますから、場合によっては、その、繰り上がりが発生することがあるわけですね。で、その繰り上がりの有無をですね、この Z のレジスタの左脇に、状態レジスタとして1桁取っておきまして、で、繰り上がりがあった場合は、このガンマって書いてますけど、ガンマが1。それから繰り上がりがなかった場合には、ガンマが0というふうに表すことにしましょう。そして、この時ですね、そのちょうど、この繰り上がりも含めた数をですね、x プラス y として表すと、これが今、n 桁 の二進数ですから、もし繰り上がりが起これば、その繰り上がった数っていうのは、ガンマかける2の n 乗になるわけですね。で、そうすると計算結果っていうのは、ガンマかける2の n 乗に、この z レジスタの値と、を加えたものということになります。ということで、このように、その繰り上がりを含めた計算結果をですね、テキストの記号にありますけれども、この x プラス y を、この z とガンマの組の結果にすると、こういうふうに書くことにします。つまり x プラス y の計算結果は、z とガンマの組というふうにして表すことにします。いいでしょうか。で、まず、このようにして1ワードの符号なし整数の加算を準備しましたので、これを今度並べて長さ k ワードの多倍長の整数 a と b の加算とします。で、ここにありますように、その各 a0 a1 から a の k-1 がその各ワードですね、その例えば上の A0 から A の K-1 っていうのは、この多倍長数 A を表している各桁のワードでして、それから下の B0 から B の K-1 っていうのは、その多倍長数 B を表す各ワードとします。そしてこの授業の最初にこう電卓を並べてこう計算したように、こう各桁
ごとに対応するワードを並べて、でそれぞれのワードでその符号な指定数の加算を行うわけですね。例えば、一番下の桁を見ていきますと、まずこの A0 のワードと B0 のワードの加算を行いまして、でその結果をまあ C0 に代入します。でここで注意しなければならないのは、先ほども指摘しましたが、桁上がりが発生することがありますので、その桁上がりの有無をこちらにありますガンマ1という状態レジスタに代入しておくと。そうですね。で、次にその1桁上の桁ですね、右から2番目の桁を見てみますと、今度は A、ここでは A1 というワードと B1 というワードをの値を加えて、これを C1 というワードに代入するんですけれども、ポイント、ここで注意するのは、この下の桁からの桁上がりのガンマ1をこの C1 というワードに加えるという操作を行うと。そうですね。で、以下同じようにして、だん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 上位の桁を計算します。ですで、まあ、上位のあるワード同士の加算を行って、でその一つ下のワードの桁上がりの数を加えるということを、まあ、最終的に A の K マイナス1プラス B の K マイナス1まで繰り返すというのが、この多倍長数 A と B の加算の基本です。ここまでいいでしょうか。で、まあ、図で表したのはこういう形なんですけれども、これを実際に数式で表すとどうなるかといいますと、まあ、A という多倍長数が、A0 から AK マイナス1の並びとして表されていました。で、それは実際の数ですね、整数の和で表すとこういう形の和になっておりまして、で B についても B0 から BK マイナス1のワードの並びがこういうその数の和として表されていたときに、そこからその C ですね、この C というのがまあ、これ計算結果ですけれども、このような形になるということを表しています。ということで、一応その先ほどのですね、この各桁ごとの図とですね、それからまあ、数式を表すとこういう演算を行いますということなんですけれども、ここまでいいですかね。大体そのどのように多倍長数のデータを扱ってその多倍長数の加算を行うかということはここまで説明しました。ではそのデータの扱い方表現はここまでやりましたので、次にその処理の流れをですね、どう記述するかというのをこれから紹介したいと思います。